皆さんこんにちは。困った不良入居者との付き合い方、不良入居者トラブル、騒音トラブルなど、こちらのテーマでお話をさせていただきます。公益社団法人東京共同住宅協会の長澤と申します。よろしくお願いします。私のいただいたテーマは騒音トラブルのお話をさせていただきます。普段は会場でお話をさせていただいておりますが、今回はコロナ禍のため映像配信という形でお話をさせていただきます。限られた時間ではございますが、よろしくお願いいたします。賃貸経営では入居者からの苦情、クレームといったトラブルを避けられないのが実情です。その中でも隣室や上階に住む入居者の生活音がうるさいという騒音トラブルは、各家庭の生活スタイルや節度の保ち方があることから解決が難しい場合が少なくありません。そこで今回はアパートマンションのオーナー様を悩ませる騒音トラブルについて、私の経験も含めて具体的な問題点や基本の対応方法を紹介していきます。はい、次ですね。本日ですね、お話しさせていただく内容になります。騒音トラブルの実態、民法、騒音の基準、騒音の対応方法、トラブル対応の注意点、騒音トラブルを未然に防ぐ方法、そしてホットラインの活用という流れでお話しさせていただきます。次いきます。はい、新型コロナウイルスによる影響ということで、こちらは昨年の5月の全国賃貸住宅新聞の記事になります。昨今のコロナウイルスにより皆様の生活様式が様変わりしましたね。皆様は外出を自粛されステイホームしてましたでしょうか。サラリーマンの方は業種業態にもよりますが、テレワークの推進により在宅勤務が増えてきております。また学生さんは大学生中心ですが、学校の授業が対面ではなくリモートで行われている学校が数多くあります。おうち時間なんて言われていますが、自宅にいる時間が増え、その結果騒音問題が発生し、問い合わせも増えております。騒音の問い合わせのほかにも、部屋の整理整頓をして粗大ごみの量が増えております。またその時にお部屋の不具合も発見し、その不具合が気になり修繕してほしいという問い合わせも増えております。次いきます。それでは次はトラブルについて見ていきましょう。こちらは賃貸住宅でトラブルを経験したことはありますかというアンケートの結果です。トラブルには大きく分けて2つに分けられます。設備故障などの物的トラブルと、近隣住人などによって引き起こされる人的トラブルになります。こちらのアンケートの結果を見ますと、7割近くの方が何かしらのトラブルを経験しているのがよくわかります。今回はその中でもアパートマンションなどの集合住宅に入居する人の多くは、建物の特性上一戸建てに住む人と比べて騒音で迷惑をかけていると感じる傾向があります。その騒音の発生源は生活に欠かせないものである場合が多く、根本的な原因の排除、解決は難しい場合がほとんどです。次いきます。社会生活での騒音レベルと感じ方をまとめた表です。音の大きさはご存知の通り、デシベルという単位で表されます。音は空気中に振動となって伝わり、快適な暮らしができる許容騒音レベルの目安は40デシベル以下と言われています。最近では音量を測るのにスマートフォンのアプリでも簡単に測ることができます。次いきます。次は音の伝わり方を見ていきましょう。音の伝わり方には空気伝播音と固体伝播音という2種類があります。まず空気伝播音は発生源から空気を伝わり、窓や壁などを透過して聞こえる音になります。例えばですが、話し声や外部の騒音などが該当します。
空気電波音の対策はご覧の通りとなります。リフォームなどされるときの参考にしてみてください。はい、次は固体電波音ですね。発生源から固体、床や壁などを振動させて伝わることで聞こえる音になります。例えばですが、足音や物を落としたりして響く音が該当します。固体電波音の対策ですが、ご覧の通りとなりますが、簡単な対策としてカーペットなどクッション性のあるものを床に敷くことにより、ある程度は衝撃を抑えることができます。アパートマンションでは音に対する配慮が欠かせません。快適な居住環境の確保には、空気電波音と固体電波音の両方の遮音が適切に行われることが大切です。はい、次いきます。皆さん、騒音というと何を思い浮かべるでしょう。人の声であったり足音であったり思い浮かべると思います。騒音の発生源、次の通りまとめております。一つ目が、浴室やトイレの給排水音、扉の開閉音などの住宅用設備です。先ほど出てきました物的トラブルに該当します。二つ目が、洗濯機や掃除機、エアコンの室外機など住宅用の機器になります。エアコンの室外機は意外に多くて、季節の変わり目などに他の部屋のエアコンの室外機がうるさいという問い合わせが結構入ります。3番目のテレビ、ステレオ、楽器などの音響機器。4つ目が人の声や足音、ペットの鳴き声などの生活音になります。これらは生活していく上で欠かせないことから、気がつかずに迷惑をかけている入居者もいるというのが現状です。騒音トラブルに対応する際は、どのようなトラブルに対応し、どこまで責任を持つべきかを知っておくことが重要です。次いきます。次は民法のお話をさせていただきます。賃貸借契約における賃貸人、賃借人にそれぞれ責任、義務、権利があります。まず賃貸人、こちらオーナー様ですね。賃貸人は賃借人に建物を使用収益させる義務を負っているため、例えば騒音により夜眠れないような状態を放置することは、賃貸人が使用収益させる義務を果たしたとは言えない可能性があります。したがって賃貸人は騒音の原因となっている住人に対し是正を求めるなどの適切な対応をする必要があります。貸主には、入居者が平穏に通常の生活を営める環境を提供する責任があります。次は賃借人、入居者さんですね。賃貸人に使用収益させる義務があるのと同じように、賃借人にも用法遵守義務というものがあります。これは賃貸借契約により定められた用法に従って目的物を使用しなければならないという義務のことを言います。これは賃貸借契約により定められた用法に従って目的物を使用しなければならないという義務のことを言います。騒音により他の住人へ迷惑をかけた場合、用法遵守義務違反に該当する可能性もあります。そして3番目ですね、賃借人同士の場合、こちらは何らの契約関係も存在しないために、契約上の権利義務に基づく請求がされることはありません。ただし騒音被害が受任限度を超えた場合、騒音を立てている入居者は民法上の不法行為として損害賠償や慰謝料請求等を請求されてしまう可能性があります。次いきます。それでは、どの程度の音が騒音となるのでしょうか。騒音トラブルは近隣騒音に関する環境基準があって、それを超えてはいけない、超えていないかどうかというのが一つのポイントになります。その環境基準というのが40から60デシベルと言われております。騒音の程度は発生状況など様々な状況を総合的に考慮して判断する必要があります。先ほど賃借人には
用法遵守義務があるとお話をさせていただきました。ではどの程度の音が契約違反、用法遵守義務違反になるのでしょうか。アパート・マンションなどの共同住宅の場合、上下左右の部屋と接しているため、完全に音をなくすことはできません。そのため、通常に使用する上で発生する生活音は、住人同士が受忍しなければならないとされております。この受忍限度を超えるような騒音を出した場合に、契約違反、用法遵守義務違反に該当すると言えます。人の話し方ですね、こちら表にあるんですけども、だいたい50から61デシベル、大声であれば80から99デシベルというふうにされております。人の声もかなり大きな音だということがわかります。生活音などの法的に問題とならない騒音トラブルに対応する際は、受忍限度を超えた騒音か否かを個別に判断し、全入居者が納得できるような対応を取ることが大切です。次いきます。それではここからが対処法となります。騒音に対するクレームが入った場合の初動として大事なことは、状況確認、ヒアリングになります。騒音問題が発生した場合、被害を訴えている入居者や当事者以外の入居者からできる限り細かく状況をヒアリングする必要があります。確認するべき点をまとめました。その音に気がついたのはいつ頃からか、分かる範囲で具体的に。2つ目がどのような音がするのか、設備の音だったり足音だったり人の声だとか。3つ目が音が聞こえる頻度や時間帯、毎日なのか特定の日なのか、夕方なのか深夜なのか。4つ目が音が聞こえる部屋の位置、こちら上階なのか隣なのか、自分の部屋のリビングの上なのか和室の隣からなのか。騒音トラブルに対応する際は、被害を訴えている入居者が神経質すぎるケースもあることを考慮し、先入観を持たずに状況確認を行いましょう。被害を訴える入居者やその他の入居者から現状のヒアリングができたところで、より具体的な対策を実施していくことになります。はい、次ですね。それでは具体的な対応方法の流れになります。騒音クレームにおける適切な対応は、騒音の周知と注意喚起を行うことが基本となります。対応方法には段階を経ていくことが望ましいです。まず第一段階として、アパート内の掲示板への貼り紙、手紙のポスト投函などで騒音被害が出ていることを入居者全員に周知します。第二段階として、手紙や貼り紙で改善されないようであれば、事前のヒアリングをもとに全員に電話をしている体でさりげなく発生源と思われる方に電話をします。要するに手紙や電話を使って迷惑をしている人がいることを騒音元の人に気づかせることが必要になります。例えば私も電話したりするんですけども、気になりませんか、心当たりありませんか、全員に聞いてるんですけどっていうお話で電話をするんですけども、そこで申し訳ありませんという方はごく一部で、実は表面上は否定されていても私だと思うって心の中で思って、それで解決するケースが多々あります。3つ目として、実際に騒音の発生する時間帯に訪問し、音の調査や上下左右の入居者などへ直接聞き取り調査をする。これらを実施しても改善の兆しがない場合には、ヒアリング調査で得た騒音の情報を持ち合わせた上で、被害を訴える入居者、被害者騒音元の入居者、そして貸主の3者で直接話し合いの場を設けることも解決のための一つの方法になります。騒音トラブルの対応では、クレームの大小にかかわらず第三者目線で冷静かつ明確な判断基準のもと、トラブルを解決に導けるよう心がけましょう。
はい、次ですね。それでは騒音トラブル対応時の注意点になります。騒音についての注意喚起を行う際は、すべての入居者に配慮することが欠かせません。騒音トラブルの対応をする際には次のポイントに注意しましょう。1つ目です。騒音の原因となる入居者を決めつけない。これは騒音元が別の部屋の居住者の可能性もあるため、いきなり特定の居住者に当たるのではなく、まず入居者全員に連絡をしていると間接的に呼びかけることが重要です。誤解はトラブルを深刻化させる場合もあるため注意してください。2つ目は中立な立場で訴えている方の話を傾聴する。騒音について訴えている内容が一方的すぎる、内容が細かすぎると感じたら、被害者側が神経質であるケースも検討します。被害を訴えている入居者を善、騒音を出している入居者を悪というふうに決めつけず、状況を正しく把握した上で対策を取ることが重要です。3つ目は被害を訴える入居者のフォロー。騒音の被害を訴える入居者にはどのような対応を取るのか、改善に向けて実施した内容を伝え、対応していることをアピールしましょう。被害を訴える入居者への連絡を怠るとクレームが感情論になりやすく、トラブルが大ごとになり、状況改善がなければ最悪入居者が退去してしまうという可能性もあります。騒音被害者の誤解による新たなトラブル回避のためにも、客観的かつ具体的に騒音そのものの状況を知り、対策を練ることが大切です。被害を訴えてくる方はかなり話を大げさに訴えてくることが多いので、注意が必要となります。次ですね。それではアパートマンションの騒音トラブルを未然に防ぐには、貸主側にできる工夫を適度に取り入れていくことがおすすめです。入居者同士がトラブルになり、傷害事件、殺人事件に発展するようなニュースもたまにありますね。一つ目が契約時に集合住宅なので、ある程度の音はお互いに聞こえることがあることを伝えましょう。特に初めて一人暮らしをする方には丁寧に伝える必要があります。また鉄筋コンクリート造りだから全く音が聞こえないということはありません。近年では新しく引っ越しをしてきて、周りの入居者に挨拶をしない傾向にあります。両隣にどのような人が住んでいるのかも知らないといったことが少なくありません。もし家族構成や周りの住人の事情が分かっていたら、多少の話し声や足音など気にならないといったこともあります。私も対応した一例があるんですけども、時間帯問わずに上階から騒音が聞こえるということで対応してほしいという連絡がありまして、実際に訪問してみましたら足を怪我していたみたいで、松葉杖をついていたんですね。ですので松葉杖つくのをやめてくださいなんていうことはできませんので、まあ、ちょっと松葉杖の方にクッションなものをなんか巻いてくださいということを伝えました。下の階の方に直接訪問してこのようなことを報告させてもらったんですけども、まあ、事情が分かって安心しましたということで、まあ、1週間10日ぐらい我慢しますと、別に全然気になりませんということをおっしゃっていただきました。2つ目ですね。分譲マンションなどでは管理規約というものがありますが、賃貸のアパートマンションでも規約を作ってみてはいかがでしょうか。契約時に渡したり、掲示板にスペースがあれば掲示しても未然に防ぐ一つの方法になります。3つ目が契約書の特約事項に記載して契約時に説明するといったことでも未然に防ぐ方法になります。例えば生活マナーで近隣等からクレームを受け、是正勧告、改善要求があり、改善されない場合には契約解除になりますなどと加えることによって防衛策になるということは十分あります。
4つ目が目安箱やアンケートボックスを設置したり、更新などの節目に困っていることがないかヒアリングをしてみます。問題が小さいうちに早めに対処することができます。以上のことは結果としてテナントリテンションとなり、有料な入居者が退去してしまうのを未然に防ぐ効果もあります。もし被害を受けて有料な入居者が退去してしまい、不良入居者だけが残り、そこにまた新しい入居者が入ってきた場合、同じことを繰り返してしまう可能性が高くなります。入居者同士のトラブルはないに越したことはありませんが、生活スタイルや考え方の違いから、アパートなどの集合住宅では避けて通ることができません。トラブルを未然に防ぐための行動やトラブル予測、適切な対応方法など貸主として把握しておくべき点を押さえ、安定した賃貸運営に努めましょう。次ですね。それではホットラインの活用ということで、トラブルに巻き込まれた場合やお困りのことがありましたら、一人で悩まずにまず周りに相談することが大切です。現代ではインターネットでさまざまな情報を収集することができます。また一例ですが、私が所属しております東京共同住宅協会のホームページに、お役立ち情報、成功する管理方法、トラブル対応事例などオーナー様に有益な情報が掲載されておりますので、ぜひ参考になさってください。またもちろん、お問い合わせフォーム、お電話でも相談を受け付けております。ぜひお気軽にお問い合わせください。はい、それでは本日のまとめになります。1番目、騒音クレーム放置は退去につながる。最初から何も対応せずに、共同住宅ですからと言って対応しないことはやめましょう。2つ目が中立な立場で傾聴すること。これは通報者を善、騒音元を悪と決めつけないようにしましょう。3つ目、被害を訴える入居者へ寄り添うこと。被害を訴える入居者にフォローし、対応していることをアピールしましょう。時間がかかるようであれば、中間報告も必要となります。4つ目は、対応遅れは不良入居者が逃げる。5つ目が、トラブルを未然に防ぐ工夫を。できる範囲でトラブルを未然に防ぐ工夫をしてみましょう。6番目が、一人で悩まず相談を。困ったことがあったら相談してみましょう。はい、それでは限られた時間の中で映像配信という制約の中、今回お話しさせていただきました。皆様の賃貸経営をされていく上でご参考になれば幸いです。ご視聴いただきましてありがとうございました。